完全にねゼリー状になっているというか、まあ病のねマグロの断面がどうなっているのか切ってみますと、マグロの病ということで、まあマグロっていうのはね普段何気なく食べているかとは思うんですが、病と言われてね身の中にねコブというか白いねなんかゼリー状の塊ができることがあるので、今日はねそのマグロの病について紹介いたします。まあマグロの病っていうのはね基本的にはもう仲買さんがね見つけた時点で弾いてしまうので市場にね出回ることはないんですけれど、今日ねたまたま市場歩いてたらね病が出たなんて言ってねその身をね捨てちゃうっていうんでもらってきたのでバラしてしまってはいるんですが、これはねマグロの背中の部分で、背中の部分の赤身と、まあ、中トロの部分とこの部分に病が入り込んでいるので、病っていうのはねどんなものかというのを紹介しようかと思います。赤身の部分はまあ若干ね筋っぽいは筋っぽいんですけど、見た目はね一見普通の赤身に見えるんですが、身の側面を見てみるとこの部分がね白く変色してるの分かりますかね。こういった状態をマグロの病と言いまして、この部分はね、まあ、触ると分かるんですけれどゼリー状っぽいというかコブみたいな、ちょっとね他の部分と触った感じが違うねマグロなんですよね。まあこの部分ね気持ち悪いんで僕はね食べたことはないんですけれど、ネットなんかで調べると食べても味がしないなんて言われていて、ちょっと見るからに気持ち悪いので基本的にはね食べないことが正解なのかなと思いますので、もしねこういった病のマグロ、白く変色したマグロを売っているお店なんかがあったら、そのお店はねちょっと信用できないかなと。これはね同じマグロの中トロの部分でして、このね中トロの部分は病がねより進行していまして、こんな感じでねこの辺一帯がもう白く変色してしまっていると、もうこういった状態のマグロはねまあ廃棄は廃棄になってしまいますよねと。こっち側は皮目に近い部分なんですけれど、このね完全にねゼリー状になっているというか、本来はねここ背中側なので腹膜なんかはないはずなんですけれど、腹膜のようなもうブルブルっとした状態で、なんかちょっと海っぽいものも溜まってたりね、これ病っていうのはね基本的にマグロの身の内側に発生するので、まあ見分けがつかず混入してしまうこともあるんですが、断面を見ればねもう明らかに白く身質が変質した部分が見えますので、まあ基本的には魚を扱ってる人間ならね切ればわかると。血の塊というか海の塊というか結構ね気持ち悪い状態になっているので、この部分もね、まあ、変に身が白く変色してゼリー状に変質していて、でね、まあ、海なのかちょっと血の塊なのかわからないですけど、まあ、これがねマグロの病という状態ですかね。まあ、せっかく動画にしているので、まあ、病のねマグロの断面がどうなっているのか皆さん気になるかと思うので、まあ、ちょっとね切ってみますと、まあ、筒状に切るとこういった感じでブルブルのね白いコブみたいなものが出てきまして、まあ、このコブに沿って切ってみると身がどうなっているのかと言いますと、とてもね気持ち悪い状態になっていると。これね病っていうのはねちょっと僕も詳しくはないんですけれど、身がね腐っているというよりはこのゼリー状に変質しているような状態で、まあ匂いを嗅いでもね別に腐った匂いがするわけではないですし、この部分とかねものすごいもう色が変質していて、まあ、とてもね食べる気にはならないマグロなんですけれど、見かけても食べないようにお願いいたしますと。
この病にかかっていないこの通常の身の部分、この部分はね、まあ見た感じ食べられそうではあるんですが、まあちょっとね食欲が起きる状態ではないので、僕はね食べないようにしておりますので、ネットなんか見るとね、まあ、食べるとコリコリして味がしないとかね、まあ、おそらく食べた人がいるかとは思うんですが、まあ、ちょっとね食べるには抵抗があるのかなと。魚の病っていうとね主にマグロを想像するかと思うんですが、アジだとかサバだとか、あとコハダなんかでも、まあ、数を開いてるとねこう一部が変色した魚に当たることがあると思うんですよね。そういった魚はね基本的には、まあ、この病、軽めの病にかかっているような状態ですんで、まあ僕はねサバでもアジでもコハダでもちょっと変色した部分を見つけたら基本的には食べずに廃棄してしまいますので、まあその辺もね、まあ皆さん今まで何気なくね食べていたかもしれないんですが、中身っていうのは実はこうなっているんだよということで、まあ今後のね料理に役立ちましたらと。ということで今日はね、まあ料理をするわけではなく、ちょっとグロテスクなマグロの病というものを紹介する動画でございましたと。まあいい魚をね仕入れて正しく調理するというのが美味しい料理を作る秘訣かなと思いますので、楽しく料理してくださいませと。今日の動画は以上でございます。